ホークスの先発は中5日大隣でした。4回のピッチングです。今日3番に入っている糸井三振、4番高橋セカンドゴロの後5番スレッジも三振、大隣クリーンアップを三者凡退に抑えます。一方ファイターズの先発、こちらも中5日武田勝でした。4回のピッチング、ノーアウトランナー1塁、3番オーティズ、この当たりがレフトへの第20号のツーランホームラン、ホークスが2点を先制します。6回武田勝のピッチングです。ツーベースヒットで出塁したオーティズが2塁、4番国母の打席の際オーティズが盗塁、武田勝送球がそれましてオーティズが一気にホームイン、ホークス3対0リードを広げます。終盤8回大隣のピッチングです。ワンアウトランナー1塁2塁の場面、代打小屋の空振り三振、4番高橋はセンターフライ、大隣がゼロに抑えます。8回ファイターズは2番手坂本、ツーアウトランナー2塁、打席は4番の国母、この当たりがセンターオーバーのタイムリーツーベース、ホークスが4点目、4対1、貴重な追加点となります。9回ホークスのマウンド、この回途中から真原、ファイターズ1点返してツーアウト1塁、代打坪井はセカンドゴロ、試合終了、ホークスがファイターズに勝っています。